ヨーゼフ・カム・フーバーは、ドイツの軍人。ドイツ帝国時代から、バイマル共和国時代までは陸軍に勤務していたが、ナチスドイツ時代に空軍が新設されると転属し、第二次世界大戦を通じて、航空大使機関などを務めた。敗戦後、新設された西ドイツ空軍に復帰し、初代空軍総監を務めた。最終階級は、航空兵大将、大将。 オーバーバイエルン地方のブルクキルヒエン・アムバルトに農民の子として生まれる。第一次世界大戦が勃発すると18歳で軍に志願し、バイエルン王国軍公兵大隊に配属された。1915年に少尉に昇進し、1916年にベルダンの戦いに従軍。戦後はバイマル共和国軍に採用される。1923年11月9日の ユンヘン一騎の際は、不評第19連隊の同僚、エドアルト・ディートル同様、一騎鎮圧命令を拒んだ。1925年4月に中尉に昇進。1928年から1930年まで、ソビエト連邦で秘密裏に行われていた航空部隊の育成訓練に参加し、1931年に大尉に昇進した。1933年まで国防省。 1939年までドイツ航空省に勤務。バルター・ベーファー将軍の幕僚となり戦略爆撃機部隊建設に携わった。しかし1936年にベーファーが死ぬとこの計画は中止された。1934年10月に少佐1935年3月には新設されたドイツ空軍において改めて航空兵少佐となり。 1936年10月に中佐、1939年1月に大佐に昇進している。イギリス空軍が航空機の大増産を計画していることが判明すると、アドルフ・ヒトラーは600億ライヒスマルクを投じた航空機生産計画を望んだ。しかし、ドイツの航空機産業には生産手段も原料も不足しており、 そのような増産は不可能であると空軍の首脳部は結論付け、ハンス・イエッションネク、ベルナー・シュトゥンプフ、カム・フーバーらは、カム・フーバーの策定した現実的な200億、ライヒス・マルクでの増産計画を追求したが、ゲーリングは、ヒトラーの計画を実行するよう要求した。西部戦線、編集第二次世界大戦勃発目前の1939年2月、カム・フーバーは、 実動部隊への転属願いを提出し、1939年8月、総動員令で第二航空艦隊の参謀長に任命された。しかし1940年1月11日メヘレン、事件の攻めを問われて、ヒトラーにより第二航空艦隊の参謀長を罷免された。1940年3月、カムフーバーは西部戦線へ転属となり、戦術爆撃部隊である、 第51爆撃航空団の飛行団長となった。フランス侵攻作戦に従軍中の1940年6月に撃墜され、フランス軍の捕虜になった。フランス降伏後に解放され、ドイツに帰国して、空軍参謀部に復帰した。戦後カムフーバーは1940年5月10日、フライブルク空襲について、ドイツ空軍の3、KG51 戦闘団により、 クライブルクが誤爆されたのは、紛れもない事実と回答している。夜間戦闘司令官、編集夜間戦闘司令官カムフーバーら1940年7月、第一夜間戦闘師団長に任命され、短小島、対空砲、レーダー施設を統括して指揮する任務を与えられた。ドイツの防空施設それまでバラバラの指揮と報告、情報、経験が共有されないという問題があったため、 カム・フーバーがドイツの防空を統括することになった。1940年10月少将に昇進。1941年10月中将に昇進。第12部航空軍団の指揮を命じられ、ドイツ全土の夜間防空を一手に指揮することになった。司令部はオランダのユトレヒト金庫をザイストに置かれた。カム・フーバーははじめ校射砲とサーチライトによって、 メッサーシミット BF-110 など165機で夜間防空組織を構成したが効果がなかった。そのため、フライヤーレーダーとビュルツブルグーレーダーをもってするレーダー管制による迎撃体制を組織し、ヒンメルベットと名付ける。1941年末には迎撃機300機を配備し、イギリスからカムフーバーラインと恐れられた。さらにカムフーバーは遠距離迎撃軍2、 NJG1 を構成した。敵の爆撃機に対する最も効率的な迎撃は離陸及び着陸時の攻撃であるというカムフーバーの構想によるものだった。また爆撃機体の訓練を妨害することにもつながる作戦だった。敵はその根っこから立たねばならないというのがその理由であり、夜間戦闘機の隊員たちはカムフーバーに根っこのゼップというあだ名をつけた。 ドイツの通信士たちは、イギリスの爆撃機から発信される無線通信を傍受して攻撃の波を察知した。この作戦は1940年7月にデュッセルドルフで開始され、後にアムステルダムスキポール空港でも配置についた。成功を収めたがヒトラーは10月にこの作戦を中止して、部隊を地中海戦域に移すよう命じた。 カム・フーバーは特別な夜間戦闘機開発に注目し1942年試験飛行を実験した HE219 ウーフの能力を認めて採用を主張した。しかしミルヒはカム・フーバーとは反対の決定を下して両者は対立した。1942年3月から始まる連合国の絨毯爆撃によってドイツの都市は怪人に返した。 ヒトラーは防空を担当するカム・フーバーとガーランドを失跡した。そのため夜間機300機と昼間機200機を集めた大迎撃が試みられるが、撃墜率は5、6%程度であった。後に、ウィンドウというレーダー格乱兵器によって、夜間レーダーは用をなさなくなり、撃墜率は3%以下まで落ちる。1943年1月にはカム・フーバーは大将に昇進。 ヒトラーの命令で連合国のレーダー対策に対し、カムフーバー、ガーランドは、ビルデザウ、ザーアメザウという二つの作戦を取った。ビルデザウは1943年8月17日、ペーネ・ミュンデ爆撃で戦火を上げ、ザーアメザウは1944年3月31日、ニュルンベルクで戦火を上げた。1943年11月ノルウェーに、 駐屯する第5航空艦隊に左遷された。この艦隊は機体も少なく、旧式化した航空機が多かった。1945年2月、ミルヒの失脚に伴いヒトラーはカムフーバーをドイツに呼び戻し、敵4発爆撃機迎撃特別司令官に任命した。しかし実質的な対抗策はすでになくなっていた。ドイツが降伏した後、カムフーバーは アメリカ軍の捕虜になった。アメリカ国防総省からの依頼により、ドイツの防空船についての書物を数多く表した。これらは後にまとめられて、爆撃機迎撃、連合軍の爆撃機作戦に対するドイツ空軍の戦いという一冊の書物として刊行された。その後、フアンペロン政権下のアルゼンチンで空軍の育成に携わった。年月、 西ドイツの再軍備に伴い連邦空軍の中将に任官し、間もなく空軍総監に就任した。退役する1962年9月まで同職を務めた。1961年に大将に昇進、連邦軍総監以外が大将となるのは異例のことであった。国防省、フランツ・ヨーゼフ・シトラウスとは強い信頼関係にあった。 1986年89歳でミュンヘンで死去した。カールスルーエにはカムフーバーを検証してその名を冠した兵舎がある。カムフーバーはヒンメルベッドと呼ばれるレーダー網を組織した。イギリスからはカムフーバーラインと呼ばれ、デンマークからフランス中央部まで30の層をオーバーラップして担当する一連のレーダー基地で構成される夜間、戦闘部隊で成り立っていた。 各々の基地は南北 32km、東西 20km の範囲を担当し、各管制センターは有効距離約 100km のフライヤーレーダーと担当区域内に配置されたいくつものサーチライトと担当区域に割り当てられた1機の夜間戦闘機と予備のもを1機で構成されていた。レーダーが敵機を察知すると、レーダーに指示を受けた自動探証等が目標を照らした。 手動探照灯がこれに追随すると同時に夜間戦闘機が出撃して敵機を迎撃した。その後ビュールツブルグレーダー2機が各レーダー基地に配備されるようになった。このレーダーはフライヤーと異なり高度を正確に探知し、また複雑な敵機追尾が可能だった。ビュールツブルグレーダーは戦闘機部隊と直結しており、探知すると即刻迎撃のため発進した。フライヤーが 敵機の侵入を補足すると、ビルツブルグが敵機を追尾する仕組みだった。こうして、上空の戦闘機は、双方から得た情報に従って、敵機を目指すことができた。夜間戦闘機の数機にはシュパナーとして知られる、短距離用の暗視装置が装着されたが実戦では、ほとんど役に立たなかった。イギリスは、カムフーバーラインの対抗策を取った。イギリス側は、 情報組織を使い情報を集め、それまで、イギリス爆撃機軍団は目標に対して、爆撃機を順次出撃させ、敵の迎撃を分散させようと試みていた。しかしこれは、レーダー基地ごとに2機しか夜間戦闘機を持たない、ドイツ側にとってはむしろ迎撃任務を楽にする、ものであった。イギリスの情報学者、レジナルド・ビクター・ジョーンズの主張に従い、イギリス側は戦術を改めて、 一つの目標に対して爆撃機の大群を送り込む方法をとった。この際、航路はヒンメルベットのど真ん中を通ることとされた。上空を爆撃機の大群に通過されたレーダー基地は少数の迎撃機では手の打ちようがなくなった。こうして夜間戦闘機の撃墜率は激減した。さらにイギリス側は爆撃機から大量のチャフを巻くことでドイツ側の レーダー機能を低下させ、レーダーは爆撃機の侵入を同定できなくなった。騎士鉄十字賞を受賞したカムフーバー隊は、鈴木五郎、激痛用列電王空のエースたちの生涯三人一社、NF 文百2 0ページ。鈴木五郎、激痛用列電王空のエースたちの生涯三人一社、NF 文二2一ページ。 D。ウェアマドベレクト一九百三十九千九百四十五バンド一。P。四百七十五。D。ウェアマドベレクト一九百三十九千九百四十五バンド二。P。六十八。D。ウェアマドベレクト一九百三十九千九百四十五バンド二。P。百四十六。ありがとうございます。